今日も元気にパワフルボンボン、ゆうです。はい、今日は背中トレをやっていきます。で、ベルトがいよいよ XS に変わりました。もう M サイズは穴がなくなっちゃったんで、はい、XS に変えました。で、ちょっと昨日ね、熱中症でダウンしまして、昨日トレーニング休んだんですけども、はい、なので今日はちょっと軽めで軽く背中やって終わりたいと思います。はい、よろしくお願いします。XS のベルト、今日からつけたんですけど、あれですね、普段つけてないからまだ硬いですね。めっちゃ痛いです、これ。お腹周りがめっちゃ痛い。めっちゃ食い込む。あと、まあトレーニーさんよく分かってはると思うんですけど、たまに質問来るんですよ。プレートの外し方がどうのとか、一気に外してダーンと落ちましたとか、そういう場合は片方ずつ、面倒くさいですけど1個ずつ取っていくといいです。まあもうほとんどの方は分かってると思います。カラー買ってきたんですよ。カラー、これアマゾンでね、オリンピックシャフト用の 50mm 用で2700円でした。はい、もうはめてパチンってするだけなんですけど、広い、ここパチンってなるんで、ここパチンってなる。
これをここに通してパチンとして、外したい時はここをパチンとすると緩むんで、ピッと、はい、で、28mm のシャフト用のやつはAmazon で2000円でした。はい、なので、バーベルシャフトとか使ってる方でね、よかったら見てみてください。これ便利ですよ。はい、では、今日はいつもよりね、トレーニング動画としては短いですが、トレーニングしてる風景っていうのは短いですけども、はい、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。